さあ本日のゲストはもうスペシャルでございます。オール巨人一緒です。お願いします。はい、オール巨人です。もう急に5速入れるんですね。急に5いきますね。でね、はい、まあ、東京来て8年、8年9年ですね。芸歴と半分ぐらいになりました。そうでしょう、はい、住んでるわけだからもう東京人でしょ、言ったら。まあ、住ん…いや、そうですね。いや、私も一応まあ生まれがもう五反田ですから。はい、五反田生まれ、うん、TikTok 育ちです。何聞いたことないですTikTok 育ちでもないでしょ、ほんで。でね、まあ、東京住んで、まあ、8年9年だったら、はい、もうほとんど東京のこと理解してるんじゃないかなと。全然馴染めてない。もうここにね、お題、はい、用意いたしました。はい、寺ちゃん、例えばですよ。例えば、はい、東京の23区、はい、全て答える。全て、いや、余裕、26言えるわ。いや、ないわ。じゃあ俺からいくよ。はい、足立区。はい、まあ、新宿区。もう知らんもん、知らんもんだって。中央区。そんなのないです。え、中央区多分あったと思うけど、なくなったの去年ぐらい。中央区あるんですか。じゃあ僕それ、これ大体であるかと思ったんですか。西区アウトないの。西区ないんだ。でもね、北区はあるね。あ、そういうことか。うん、以上じゃない。あれ、僕と変わってんのが結構あったってことですか。こんな感じでしょうか。ちょっと僕でダイナミックを入れてもらってんじゃん。なんで入ってないの、ダイナミック。じゃあね、東京の市を3つ、はい、市、市、東京市はないですよ。え、なくなったないですよ、ね、いやー、めちゃくちゃあるわ。はい、八王子市。あ、僕も八王子しかいます。あ、やっぱり。あ、じゃあ、馬喰横山。地下鉄。地下鉄最後、まあ、田代正史。うまい。ね、はい、あ、勉強なるわ。地下鉄を答えよ。地下鉄じゃないかな。地下鉄。銀座線。あ、僕も銀座線。はい、どうぞ。丸の内線。はい、はい、もう出ない、もう終わり。もう、もう出てきません。昨日いや、俺のもう出てきません。あ、僕も分からなかったです。嘘でしょ。すいません、すいません。あ、すいません、すいません。山手線東京駅外回りで答えよ。外回りで答えよ。東京からスタートして渡していくね。じゃあ有楽町。東京有楽町、はい、池袋。超特急じゃん。目白、池袋、東京。ああ、え、すぐ池袋から東京結びたがるけど。え、まだあります。東京タワーの高さ分かるよね。333だったっけ。333、はい、スカイツリー643。え、じゃあ、634。634、武蔵。坂の名前。タイ、サーオン。いやいや、魚くん。魚の名前じゃないですか。魚の名前じゃないですか。例えば、目黒駅から山手通りに向かうところのゴンノスケ。おー、渋谷109から246へ向かう上り坂。道玄坂。ああ、もうそういうこと。正解する。乃木坂とか言ったら場所わかる。乃木坂とか。乃木坂はあっちの方ですよね。あの赤坂とか。そうそうそう、ですよね。
桜坂。君をずっと幸せにチンチンってなんやん。あ、大山秀夫の方ができるんだ。すげえ、ね。チンってなんやん。まあでもこんな感じで、もう飽きたな。飽きたってなんですか。逆になんか、はい、新作、あのティモンティ君、やってますか。はい、あ、たまにやりますよ。あの家電量販店をレポートしましたみたいな。ビッグカメラに来てますみたいな。いますよ。5秒前、4。3、2、1はい、今ビッグカメラというところにやってまいりました。さかなクン。はい、今家電量販店にやってまいりました。ティモンティ今こっから入るところが一緒なんですね。やればできるしか言ったことないんですよ。ティモンディ高岸君のもの。高岸君ちょっとまだ、ね、はい、あのティモン、よくやってる少年野球の子供たちが挨拶している中に、はいはい、オール巨人師匠を探してくださいですので、いいです、ね、どっかに巨人師匠がいるんで、はい、探してください。わかりました。俺もクイズとかすっごい得意だよ。見たらいたって言ってください。はい、こんちは。こんちは。こんちは。はい、こんにちは。いた、これやったっていうので、うん、やる気のない人たちの中にティモンディ高岸くんがいる。探してください。これちょっとさっきより難しいです。いや、もうそうだろうね。ちょっと、あ、もう無理やわ。もう無理やって。諦めた方がええで。やればできる。いや、それティモンディっていうのをやってる。全然違うもん、一個だけ。じゃあ霜降り明星のせいやがやる坂田師匠。霜降り明星の聖夜くんがやる坂田師匠です。どうぞ。今からギャグするわさ。30円と40円、30円と40円、右右左右右。似てるけどそのギャグ知らん。あ、どっちもいけるんだ。あ、運動会の応援の父兄の中に、はいはい、あ、なるほど。そしてがいます。はい、5年生の徳雄蔵です。たかし、頑張れ。たかし、当てちゃったよ。ゆうき、もっと頑張れ。遺伝子レベルでお前はトップは無理。それこれウーロン杯ですか。ウーロン茶でこんな楽しいんだね。ねえ、避けなくてもいけるもんね。いけるもんね。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。